スクラッチは、スクラッチ財団が、マサチューセッツ工科大学メディアラボ、ライフロングキンダーガーデングループと共同開発する、8から16歳のユーザーをメインターゲットに据えた無料の教育プログラミング言語、及びその開発環境である。全世界の登録ユーザー数は約6400万で、日本はその1%の約78万である。 スクラッチ3.0開発環境のスタートアップ時のスクリーンショット初心者が最初に正しい構文の書き方を覚えることなく実行できる遊び心のある実験やアニメーション、ゲームなどの制作を通してさらなる学習のやる気を起こさせることを意図している。スクラッチという名称はディスクジョッキーがレコードを手でこするスクラッチングに由来しており、 DJ が気軽に曲をミックスすることとスクラッチ言語によって簡単にプロジェクトをミックスすることを関連づけている。2006年に最初のバージョンが MIT メディアラボのミッチェル・レズニックが主導するライフロング・キンダーガーテングループに MIT に来たイートス開発チームのジョン・マロニーを招いて開発された。 スクラッチは制作者の最優先事項を子供たちが可能な限り簡単に学習するように作成できるため触覚的なプロセスを通した構築とテストが可能となっている。スクラッチの触覚や視覚的 GUI は子供たちがプログラムブロックをスプライトやステージにドラッグドロップすることでアニメーション、アート、ストーリーやゲーム制作をゲーム感覚でできるようにしている。 正しい構文を読んでも書けない子供たちのために、視覚的にグループ分けされたブロックはそれらをクリックすることでテストできたり、リミックスや修正、プロジェクトの新バージョンを制作するために違うブロックを容易に書き換えることもできる。スクラッチは Windows、MacOS、Linux、Raspberry Pi、Android、iOS などに対応しており、ソースコードは GPLV にライセンスとスクラッチソースコード、ライセンスとして GitHub にて公開されている。2013年5月にスクラッチ2.0が公開され、Web アプリケーションとなり、開発環境のインストールが不要となった。そのためリミックスが容易になり、従来のバージョンにはなかった Web アプリケーションならではの機能が追加された。2019年1月、スクラッチ3.0が公開された。 スクラッチ3.0では、スクラッチ2.0で使用していた、アドビアを使用せず、HTML を使用しているため、インターネットエクスプローラーなど一部のブラウザでは動作しなくなったが、その一方で、スマートフォンやタブレット端末での利用がサポートされるようになった。スクラッチ3.0開発環境のユーザーインターフェースは、複数の枠に分かれており、左側は、ブロックパレット、 真ん中は、スクリプトエリア、右側がステージとスプライトのリストである。ブロックパレットにはプログラムを作るために、スクリプトエリアにドラッグできるブロックがある。すべてのブロックを表示するにはあまりにも多すぎるため、ブロックは主に動き、見た目、音、制御、調べる、演算、変数、ブロック定義の8つのグループに分けられる。また、拡張機能により、 ペンや外部機器との連携などの高度な技術を使用できる。バージョン1.3-1以前ではオペレーターはナンバーと名付けられていた。メッセージパッシングのあるマルチスレッドコードはスクラッチにとって重要だが、現バージョンは最初のクラス構造の手続きを扱っておらず、ファイルアイ、オーオプションもなく、リストのような一次元配列しかサポートしていない。不動小数点数や文字列は、 バージョン1.4以降でサポートされているが文字列操作機能に制限がある。またスクラッチプログラミング言語のかなり限定された範囲においてパワフルなマルチメディア機能とマルチスレッドプログラミングスタイルとの間に強い差異がある。スクラッチは教育施設、博物館、コミュニティセンター、そして家庭内といった多くの場所で使用されている。例として低年齢の子もたちは 親や友達とプログラムを書くことができたり、大学生はいくつかの計算機科学入門クラスでスクラッチを使用したりしている。表示される言語を変えることで世界中で使用できるようになっている。ジョンズ・ホップキンス大学のセンターフォータレンテッドユースでは CTY、オンラインプログラムにて6年生の生徒向けにスクラッチプログラミングのオンラインコースを提供している。様々な機能に関して 実証研究が行われた。直感的な学習に干渉する機能は放棄され、初心者を励まし、探求、学習を容易にするような機能は残された。いくつかの成果は驚くべきもので、スクラッチを他の教育言語と全く異なるものにしている。オンラインコミュニティスクラッチのオンラインコミュニティのスローガンは、イマジン、プログラム、 シェアでスクラッチの背後にある哲学の重要な部分として共有と創造性の社会的背景を指している。またスクラッチのプロジェクトは新たなプロジェクトを作るためのリミックスに向けたものになっている。プロジェクトは開発環境から直接スクラッチのウェブサイトに直接アップロードができ、プログラムをリミックスして学習や新たなプロジェクトとして共有することも可能である。 スクラッチユーザーは、プロジェクトのギャラリーやコメント、隙をつけたり、アイデアを共有することができる。プロジェクトはゲームからアニメーション、3D にまで範囲が及んでおり、すべてのプロジェクトは、クリエイティブコモンズの表示と継承ライセンス下で公開され、商用利用が可能である。2020年10月時点で6300万以上の登録ユーザーがおり、 7000万以上のプロジェクトがある。またウェブサイトでは、頻繁にスクラッチデザイン、スタジオというユーザーが基本デザインコンセプトを使って制作、共有を奨励するチャレンジが開催されている。メキシコやイスラエル向けのカスタムホームページではいくつかのセクションにローカルコンテンツが置かれている。ポルトガルやアラブ首長国連邦でも独立したスクラッチウェブサイトがある。 2008年、スクラッチのオンラインコミュニティプラットフォームが、アルスエレクトロニカプリーのオノラリーメンションを受賞した。教育者向けのオンラインコミュニティとして、スクラッチットというのもある。また、スクラッチャーによるオンライン百科事典、スクラッチウィキが存在し、日本語版は2015年3月23日に作成された。また、MIT が運営していないサイトで、スクラッチシュタッツという、 日本や世界中での順位がわかるものもある。スクラッチデイスクラッチデイは年に一度世界中で行われるスクラッチのイベントである。誰でもイベントを主催することができ、どこでも開催することができるが、基本的に5月15日の前後の休日に行われるのが伝統である。これはスクラッチというサービスそのものが2007年の5月15日に始まったことに由来する。 スクラッチデーの始まりは2009年に MIT のカレンブレナンがスクラッチのリリース日にイベントをしようと思い立ち開催したのが初めてのイベントである。以後、スクラッチデーは毎年世界各地で行われている。日本では主に東京で毎年2009年から毎年開催されているスクラッチデーン、東京や各地域のコダード女などが主催するスクラッチデーがある。 スクラッチのいくつかの派生は、スクラッチマダファクションズと呼ばれ、スクラッチのバージョン1.4のソースコードを使って制作された。これらのプログラムは通常、ブロックが追加されたり GUI が変更された、スクラッチのバリエーションである。ビルドユアウンブロックスのようにそのうちのいくつかはさらに、コンピューティングへの基礎的アプローチへのシフトを導入しているがバイブにのみユーザーを許容しないものの、 スクラッチの一部ではないファーストクラス手続き、ファーストクラスリスト、プロトタイプ継承を備えた、ファーストクラス新ンオブジェクト指向スプライトがある。バイブは、イエンス・ムーニッヒが開発し、カリフォルニア大学バークレー校のブライアン・ハーベイが、ドキュメンテーションを提供し、計算機科学専攻ではない学生への計算機科学、初級コースにおける、ザ・ビューティー女用ブ・コンピューティングを教えるときに使用された。 2014年にはスクラッチ1.4と同等の環境を iPad で再現したぴょんけいが登場した。伊藤中テクノソリューションズが自動向けに開催するプログラミング教室でも採用されている。日本国内ではさらに JavaScript ではなく日本発祥のプログラミング言語である Ruby を同一の操作性でプログラムするために任意団体スモール uby により スモアルリビというものも作られて展開している。ミッチェル・レズニック本人によるスクラッチを題材としたプレゼンテーションレッツ・ティーチ・キッズ・2コードが2012年11月に行われたティドックス・ピカン・ストリートにて公演され、その模様がテッドによって公開されている。この中でミッチェル・レズニックはスクラッチを利用して子供にプログラミングを覚えさせることの優位性。 特にコーディングを通して得られる様々な経験が、その子供がプログラマになるかならないかに関わらず、将来職につき仕事をこなす上でとても有益であると,と言っている。また、ペットやテ e ックスの講演イベントで行われたプレゼンテーションから英会話を学ぶことを目的とした NHK による教育番組スーパープレゼンテーションでもこのプレゼンテーションが取り上げられている。 NHKE テレでは、ホワイトプログラミングで公式にプログラミングソフトとして採用されたり、民放では千葉テレビ放送、BS 富士の GP リーグ、プログラミングコロシアムで放送される GP リーグでの公式言語の一つにもなっている。スクラッチャーとは、スクラッチのユーザーの称号であり、スクラッチチームが嵐やスパム、コミュニティガイドラインに違反をしていない。 安全なユーザーと確認したユーザーに与えられる。インターネット上にプロジェクトの変数を保存するクラウド変数やコメントの連続投稿が使用できるようになる。オフラインエディターはスクラッチをインターネットに接続しなくても使用ができる Windows、Mac、Chromebook、Android、Linux 用のエディターである。スクラッチアプリは Electron で動作するオフラインエディター。 最初のリリース日は2019年1月2日である。名称3.161以前まではスクラッチデスクトップと呼ばれていたが、3.161で名称がスクラッチアプリになった。バージョン以下には実際には開発され、ソースコード上では存在したが、インストーラー等が存在しないバージョンを含む。だが、 そのようなバージョンは GitHub 上のソースコードからコンパイルすれば入手できる。以下の若者向けコンピューティングプロジェクトも MIT ライフロングキンダーガー e r g a r t e n から起こったものである。加えてステンジルゲーム制作ツールもスクラッチから直接感化されたコードブロックベースのビジュアルプログラミング言語を使用している。他の教育用プログラミング言語には以下のようなものがある。どう例れ レゴを動かす音を出すなど、ありがとうございます。